次はステップオーバーです。ステップオーバーはボールタッチといってもボールを触らずにこうまたいでいくような技になります。で、3つのリズムでやっていきます。123123123で、これ子供がやると最初ぐる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 こう回っちゃう子もいますが、同じ方向を向いて体の向きを変えずにやっていくような感じですね。例えばコーチやお父さんお母さんが前にいるとしたら、こっち向いてやってねっていう風にやるとよくできるんじゃないかなと思います。こう反対向いちゃったら、あ、今逆向いたよとか、そういう風に言っていただければ上手になってくるんじゃないかなと思います。